謎尾くんが水曜日にベッドマンでランナー上がりました。ん？これは昭和力かなみたいな。ははは！っていうのもね、嘘嘘。ジョビーナ。バウバウ。Versus チャンピオン。Get it. そう、あのポチョジ対フローラー。あ、さあ、そして出てくるのはゴンザブロファースト対FAファソーキン。めっちゃ目が光ってる。やばい、なんでなんで前傾だけで固められてる。さあ怖いぞ、プレッシャー。 FAB マシュマロ現在8段。なんか一桁台の違和感を感じるわ。違和感を感じるってなんかおかしいね。違和感、おお覚えて、ま、あ、当たら、当たらない。さあガードフの、立った時代もありました。白目と、そしてスライドヘッドからオラ、パチケ、マイケ、ハンマホール 2S、 ほらドリルしろよと誘うように 2S を振っていく。そして動かないのはポチョムキンバスターと読み合いが一周して、まず一本の選手は FAB ポチョムキン。さあうますぎるデコビン、これ状況有利、もちろんポチョムキン。タイミングぐらい耐えダメージ回復したでしょうか。前に出る、どうした、うわ転がったところバックステップでしっかり簡易ヒーエリアルコンボ、どちら下段卓マイケハンマーホールでプレー、そして画面端確かに追い返す、端がきついじゃんけんで今度は逆に端を背負わせますが、タッチハイスラーハンマーホールロマンキャンセルからの爆発を食らってしまう 2K タッチハイスラー装填ゴーイング、ちょっと前に出れない、うわーどうする、ガードは間に合わないかったのは、おクエストクリアだそうです。 FAB ポチョムキンでした。続きましてエンスレイヤー対タナモトスレイヤー同キャラ戦、その他天武スカイ対石丸チップの外移転、右上に移動します。坂さんとバリさん、リヒタさんのソルト、エンエさんのポチョムキン、先輩のカイト、鳥さんのジャック、ヤブのエルフェルトとジョニーをジョニーとなっております。激流に身を任せ同化する、声が変わりました。かなり渋くなってますね。なんか前作前のアーカマン適当にくつろいでくれた前のボイスと一生喋ってる感じです。このエンってあのやつ元ネタをこの間ニコ生のコメントに書き込んでくれた人やな、からそれを思い出してちょっと思い出しようでしたね。薬品嗅いだ時の匂い。さあこの白い髪のスレイヤーがめちゃかっこいいですね。これが七夕さんのスレイヤー、そしてエンさんはいつも通りノーマルから、しかし今回ね、おお確認から対して9前ハイヒット金エス拾いからうまい KS ハイ D 落として置き詰めは中段ロマンから5番で吸血。マジかっこいいなこのスレイヤー、うわー高さインソール画面らしい、しかしどうぞどうぞ、ディファイスラそしてキムさん、カロリー、インハイスが返していく。置き攻めは、ヘルター、踏んで、前線、キムさん、打っていく。そして、画面足、ジャンエス、触って、インエス、エンエス、前、ハイ、踏み潰すが、ここはガード。入るから、これは、DOT、超ヘッド。切り返すが見えません。光で見えないかったのは、エンスレイヤー。さあ続きまして天武スカイ対石丸チップ A 番内です。適当にくつろいでくれたまえ。このスレイヤー外見を、はい OK ですね。次がタカさんのスレイヤーとバリさんのメイ、リヒタさんのソルト、エンゲさんのホショウキン、平岡先輩のカイト、トリさんのジャック、ヤブエルフェルト対ジョニオジョニーと続きまして、ヤブエルフェルト対ジョニオジョニー勝った方が投げさんのファーストの試合となっております。よろしくお願いいたします。
で、右側に移るとね負けトーナメントもね動き出せますのでよろしくお願いいたします。さあ石丸チップ対天むす対なんか最近スピンマリオ多いんですけど大丈夫でしょうかね。トゥルルルって感じで結構飛んでるんですけどおーうまいぞ。ジャンハイからさあ何が決めて大きい前面わーブリッツキングスに対したさあはじい投げているのは石丸チップ。ジャンハイから足払いマイティープッシュとジャンプリーでもすんのかなと思ったんですがそのまま張り付いていきました。すげえニコ生の広告で来場者数が199人増えました。ありがとうございます。すごいですね勢いがね。今しかないって感じですね。やるなら KSG アルファアルファからの下段だけガードして助け足払いガンダッシュ張り付いて S にちょっとここはまたやり直し多い。何してんだこいつガンマからの P 連打でよかったんじゃないかそっからの何してるんでしょうか画面端突き止められてなんとも閉まらない。勝ったのは、石丸チップ。なんかすごかったですね。はいでは A 番内タカさんのスレイヤーとバリさんの名 A 番内で試合の方を行います。で七夕さんのスレイヤーと天むすさんの会はですね B 番内で負けトーナメントの0回戦よろしくお願いいたします。俺はこの全身の傷を勲章だと思ってるぜ。なんか俺の知り合い、まあ俺地元が吉祥寺ではあるんですけども吉祥寺も結構人がねの試合とか対戦がもう朝の10時半ぐらいから発生してたっていうね。もう地元が盛り上がるってだけですげえ嬉しいんですね。明日は万葉と飲み会なんで大盛り行くかもしれないんですけど大盛り行った後もしかしたら吉祥寺で帰りに遊んでるかもしれないんでよろしくお願いいたしますプラカブが2セットあってもう1セット上位プレイロット上位がですね金土日が1時までやってるんでね1台ですけどおすすめです。どういうこと。ああなるほどね。オッケーオッケー待ってるよ。少々サンロード入ってこれでそんなところ後で話しましょう。まあさあタカスレイヤー対バリメイ。このステージかなりね光が眩しいんですけども飛ぶとさらに眩しくなります。マジでかっこいい。ほら飛ぶとなんかちょっと人形っぽいでしょ人形っぽいで言い方悪いな。パワープロの白人顔みたいな色。さあ今作も破壊力は現在かバースト DOT を手に入れた高さん。おバーストをね青バーストに回さなくていいですからね単純に強化点となっております。さあ投げてあ宣伝ありがとうございます。2エースで返してくるバリさんの目が1本選手。さあ素晴らしい。ただやはりですね切り返しにバーストは残しておきたいなっていうのがあるんですけどキャラによって違いますね。スレイヤー DOT は無敵乗るらしくさらにダメージもヘルファイアの時と同じ、1.25 倍とかなんですからしいですからね強い。金 S 円 S 金 S 円 S 噛みついてあーっと完全に見切られていたか。沿線が欲しいからの中断なんでなんでジャイアンツ勝ってる。いるか残り体力ヘルファイア状態金 S 足払いからこっち中断。勝ったのはバリさんの名義おめでとうございます。七夕さんのスレイヤーとゴンザブロー君のファースト B 番内で負けトーナメントをお願いいたします。そして A 番内リヒタさんのソルトエンゲさんのポチョンキン A 番内でお願いします。ダンディは男も女も虜にするって聞いたけどジョニーは
ト。はい、A バンダイ、エンエさんとリヒタさんいらっしゃいますか。ソロスカイのリヒタさん、あ、いたいたいた、後ろにいましたね。じゃあ試合です。いやだって6年間ギルティギアエキゼクサー悪戦とかやってたんですよ。で6年間やってやっと待った新作 PR だやったぜつってたら、その1年後2年後に完全新作ですよ。で完全新作1年半やったらジョニーは復活してやばいっしょ。やるしかないでしょ。6年やってらっしゃったんですかね。6年全部フルでやったよ俺は。マジでやったよ。だんだん人が減っていくのもね、ずーっと見てきたからね。ずーっと見てきて、人が、あ、また増え始めたなっていうのもね、ずーっと見てきてましたからね。さあ、エンエキストさんの、エンエさんのポシャムキンと、リヒタさんのソル。つうか、やべえな、このポシャムキンのから。かっこいい。え？うん、なんかあれだね、IC ペンギーゴみたい。さあ、ソルのこのカラーもかっこいい。さあ、画面走ー、ここは、タチピー、金 S 拾って、エクステンド。あと、うまく拾って、あと、マイハイスが出てくる。画面端、ちょっと厳しいが、タチピーだけど、これはうまいし、しっかり拾って、ボルカニックもいっぱい打ちますが、ここは美味しい。ガフレ、ちょっとここが浮き身の読み合いがちょっと怖いですが、前に対、ファフニール、ヒットを刺して、画面端、走っていく、ジャンプリーの対空ずらし。惜しかったですけど、タイムがちょっと当たりませんでしたね。はい、D バンダイ勝ったのは、いや少し B バンダイ止まります。おっと、チピが変な当たり方して画面8。そうですね、9月の下旬から、プレイアブルキャラクター投票が始まりまして、候補キャラクターがね、発表されたんですけども、おお、その中にセイソロもいたということはね、セイソロ使いたいですよね。というか井上が見たいですよね。前はい、奥まで伸びる勇気がある。ジャンディで潰して、 NSNS2S 足払いからオルガニックワイパー読んで、ポチョムキンバッサー。勝ったのは円谷さんのポチョムキンですね。リヒタさんはまだ試合がありますんでね、帰らずにお待ちください。こうやってね、いろんなレベルの人が、参加してくれるのマジでありがたいんでね、皆さんもリヒタさんに続く感じでガンガン参加しちゃってください。というわけで、羽屋さんのエルフェルトとリヒタさんのソロで B 番内マグトーナメント0回戦で、ここ負けてしまいますと終了となりますので頑張ってください。では A 番内平岡解体鳥ジャックを、中央進、現在東京ヤクルトスワローズ8回裏、川端タイムリーです0対2あるで、6400、やっぱこの間1万、あ、2万ちょい、あ、2万ちょい、3万いってないかな、すげえ見てました。あー、ありがたい。羽屋さん試合です。負けトーナメント試合です。吉祥寺ギルド作ったんで、もし吉祥寺やってるよって人がいればね、それ入ってくれればきっかけで話しかけられるかもしれません。人見知りだったよ。さあ、投げを決めていくのは平岡海、レベルーター平岡やばいですね。さあ、おボルカニックワイパーじゃなくて、あー、またそういうことしてダメージを投げ上げて、おー、めっちゃ作ってる。このじゃ、あれ全部やばかったな、これかわいそうだな。ジャックをサンチャージどうすんだこれ。なんかこれぶっ壊されると3匹の小豚みたいな思い出しますよね。そうそう、家ぶっ壊されると、じゃあ今回強化してみましたみたいな。おー、かっこいい、このカラーやばい、めっちゃ怒ってる。赤色してる、赤色してる、赤色してる、クソったれーっつって踏み打ち、完全に構えがフリーザ様だからやばいんですよ、これ。あれが恐竜に勝てると思うのかっていうね。さあ、潜って。そう、やばいやばいやばい。そして、チュンリーも入ってる。そして、飛び道具無敵。自分を守りながら、
やばい、やったかやったかまだ生きてた、最終ラウンド。さあ、やってはいなかった最終ラウンド。アイギスフィールドでしたっけ、あれがかなり飛び道具をね消せるんですけども、それ使ってくらいですね。でこの家の上にいると、かなりテンションゲージの増え方が大きいですね。でこの技がですね、少しゲージを消費して無敵技、そして組打ちなどを打つので、このゲージが大事っぽいですね。やばい、腐ったねフリーザーになるかベジータになるかは、この後すぐ TS、 おっと潜って投げていく、あーと当たらないけど、相手はトランクスですからね。どうする、サインしよって潜っていく、コパンコパン足払いからくるくるくるっと出てきて、追いかける、下にいるのはサーバーのよく分かりませんが、最後は自ら突撃。まあね、ピッコロダメを倒した攻撃が体当たりでしたから、有権です。続きまして、ヤブエルフェルト対ジョニオ・ジョニー、ちょっとだけお願いします。ランデブーからのマンモスラッキーじゃない、え、王様ヤンエグじゃない、